たところだったので全然配信とかはできなかったんですけど、3月が本当にあっという間に過ぎちゃって、なんかそれはそれでちょっと悲しいなとか思ったりしたんですけど、そう、ゆうは今後も会えるなってことに気づいて、なんかそっから割と大丈夫になったっていう感じですかね。そうそうそう、特になのよ。頑張ったね。そうそうそう、頑張りました。なんかいい公演出たんですよ。ラブリンと一緒に覚えて出たんですけど、もうゆうは3月終わって4月になってもうね、自分を褒めたたえたいなって思うぐらい、なんか一気に頑張ったって感じがして、でも楽しかったから全然結果オーライみたいなとこあるんですけど、もうメンタルえぐられるとこでした。危なかった。でもしーちゃんとかニシピとかも助けてくれて、でさらにラブリーも一緒に頑張ってたっていうのがめちゃめちゃ大きくて頑張れました。桜、え、なにこれめっちゃ可愛い。あ、みほちゃんありがとう。待って、また変わってるね。4月だから、そう、1公演出れたのでよかったです。お手紙書いてくれてありがとう。あ、ニシピのファンの方かな。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとう。え、なにこれ、青色のお花も可愛すぎ。そう、ありがとうございますね。なんかニシピの手紙書かせてもらったんですけど、そのいっぱい同期全員がお手紙書くってことなので、なんか短めでお願いしますって伝えられて、短めどんぐらいが短めなのか、いう手紙書いたこともなかったから、うわ初めてだどうしようとか思ってめちゃめちゃ迷ったんですけど、終わった後、公演終わった後にニシピが LINE で泣かないって思ったけど泣かされたぜってきて、勝ったってなりました。そう、結構どうしようってめちゃめちゃ迷いました。しかも書いたのがそのニシピの公演の前日で、でもうその辺ってもう自分ユウとかラブリンと一緒に書いてたんですけど、そのラブリンもユウも本当に結構ズタボロだったから、なんかもうペンも書こうにも進められなくて、しーちゃんのニシピの日に声見た後に練習して、ずっと練習してて家帰ってから書いたので、そういろいろとね割と時間がなかった中での手紙だったから、なんか伝えたいこともうまく伝えられたかわかんないんですけど、でも本当に実際問題時間がめちゃめちゃあったとして手紙を書くとしてもその書けないと思うんですよね。そんな手紙の中で書けるようなものじゃないから、そうだからある意味良かったなって思います。書かせてもらってありがとうございました。嬉しかった。そうなので本当に感謝です。ありがとうございます。ブログも良かった。あ、公式の方かな、公式の方、昨日のブログまでは本当に何書こうかめちゃめちゃ迷ってたんですけど、3月31日は一応こう本当の実際の区切りの日だったからちゃんと書こうと思って、めちゃめちゃ最近ブログ時間かかっちゃうんですよね。今回アメブロもねさっきリンク貼れてツイッターの方で見ていただけたら多分飛んでいけるんですけど、2時間弱かかったんですよ実は。あの短いブログを書くのにいろいろリンクとか貼るの手こずりすぎてめっちゃインターネット調べて2時間ぐらいかかったので、ぜひコメントいいねよろしくお願いします。で公式ブログは結構割とスラスラ書けました。なんか思い入れをズバーっと、まあ、全然その全部かって言われたらそりゃもう本当に1割程度なんですけど書けたので
でも優が一番なんかリアルな方で一番感動したブログはラブリーのブログです。読んだ方もいると思うんですけど、優のブログより全然本当に泣けた。優昨日夜読んでたんだけど、めちゃめちゃ泣きそうになりましたね。泣けたとか言って泣きそうになったとかちょっと矛盾してるんですけど、めっちゃなんかああやっぱ好きやってなるブログ書いてました。なのでラブリーのブログもぜひ読んでください。優のブログもぜひ読んでください。今日優がブログ上げちゃったらもしかしたら読めなくなっちゃう方もいるかもしれないので、ぜひ。ニシピのスタップ、そう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 、優あれ前日になんか作ったなーって言われて、そうなんだってなって、うおってめちゃめちゃ面白くて、黒色のカラスみたいなもう壺でしたね。あ、虹色のありがとう。そう、肉のやつめちゃめちゃもう買おうって思ったんですけど、今その LINE のあのあるじゃん、あれがね言う入ってないからちょっとどうしようって感じで、でも絶対買います。みんなもお揃いにしますか、一緒にゲットして。早いです。いや本当にその3月、ゆうもさなんかいろいろあったから全然本当にすぐ来てしまったっていう、すぐ来てしまったんですよ。もうねすぐだったよ、ほんと過去一早かったってぐらい早くて、もうねやばかった。今はなんか割となんて言うんだろう、 いいんですよ今は。ただあの2人がなんかカミフレにその発表する前日にね、前日の公演でカミフレには伝えておきたいからみたいな感じで、あの卒業するんだみたいなのをみんなに伝えてくれたんですね。でもユウとラブリンはその本当に結構前から結果教えてもらってたから、なんかもうねその教えてもらった日からもう毎日一人になると泣いてしまうっていう時期があったんですけど、でもね本当によく考えたらバカだなと思って、なんか一生会えなくなるわけじゃないのに、なんかもうめちゃめちゃもう一生会えないみたいなに号泣しとったんですよ。だからそれバカだなって思い始めてからなんとかこう落ち着いてきたっていうのはありますね。そうそうそう、でも特会まだあるからね、みんなもまだ会えるから、最後まで一緒に西井ちゃんを押しましょう。西井ちゃんしか、そうなんです。そう、その時は本当にマジメンタルコントロール自分で頑張ってしてた。なんか家にいた時に、家にいるとまあ家には家族がいるじゃないですか、だからその時はね大丈夫なんだけど、自分の部屋に戻ったりして寝る前とかマジでもう泣けてきちゃって、もう何も考えてないのに涙が出てくるみたいな、ちょっと意味わかんない期間があったんですけど、もう今はもう爆睡できます。こんばんは、こんばんは。ゆうさ、今時計がね近くにないので、あのちょいちょい時間を教えていただけると嬉しいでございます。
さ、ね、よかったよ。え、待って、桜のさ、え、待って、マキアートさん、ありがとう。え、なんか今さ、ね、今見ちゃったんだけどさ、桜のがさ、え、上からさ、え、説明できんけどさ、この辺からさ、ふわーって桜になってたの見ましたか？めっちゃ可愛かった。最近4月になり桜の季節、ありがとうございます。可愛いんだけど、今、え、ほら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 、知らんかったんだけど、え、めっちゃ、え、そういう感じなの？すごくない？あ、なんかアニメーションみたいなのがあるんだ。デリリン、それはさ、雪だ。桜ちゃんは超かわいいじゃん。そう、ゆう、その桜で思い出したんですけど、桜というか花、なんか本当にこのようなさ状態でさ、ゆう本当にいつだ、小学校の低学年も 1,2 年の時、なんか忍者になりたくて、でユウは忍者の中でどういう技を使いたいかなとか思ってた時に、なんか花とか植物を操るっていう設定を立てて、めっちゃ忍者ごっこしてました。桜をこう一気にパッて咲かせられるとか、なんかそういうの考えてやってましたね、遊んでました。忍者になりたかったの。そう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 、これめっちゃさ、今言う桜使いになった気分だったんだけど、いいね、ありがとうございます。みんな言うの夢が一つ叶えました。はあ、ということで、3月は終わってしまい4月になりましたけど、4月のですね、目標は、4月の目標は、あのブログには SNS って書いたんですけど、なんだろうな、目標っていう、本当にね立てれなくて、こういう人間ですのでダメなんですよ。昨日はニシピのショールームずっと見てました。あ、ニシピショールームやってたね。ユウもちょいちょい見てましたよ。ニシピの自腹購入の台紙が提出物、あー、これもうね、ユウも提出物聞きました、言われました、あの私とかから書いてねって言ってました。だから分かったって言っといた。なんかさ、そのショールームやるときもさ、そうなんですけど、まあ、みんなしてると思うけど、本当にあの計画的じゃないからさ、予定を立てないわけ。今日もさ、あ、やろうかなとか思ってピッて始めちゃったりし、だから本当すいません、ペコペコ。うん、ねえ、本当にダメよね、分かってるんですよ。でもなんか、まあ、こういう人間なんです。だがそれがいい。だからさ、なんかあの普通に気づかなかったみたいな人も、まあ、いるわけですよ。だからマジごめんって感じ。
だけど全然反省してないのに、ごめんとは思ってんだけど、全然あの配信予定立てないの。もうねマジでごめんなさい。いや大きくなってね、そう高校2年生になりました。今日でやばいですよね、マジで。ユウもやばいって思ってます。セブンティーン、そうなんかさ、ユウ7月29日誕生日なんですね。で次17になるんですよ。17って花のセブンティーンじゃないですか。なんか花のセブンティーンを1年間しかないから、本当にあの毎日花のセブンティーンですって言ったとして365回しか言えないって考えたら、なんかはぁってなっちゃって。だからみんな、ユウが17歳になった時は本当に盛大にお祝いしてほしいです。あのユウの気持ち的にね。なんか16から違うんですよ、なんか16からなんか17になるじゃないですか。16ってまだなんか、まあ、結構年齢は、まあ、いい年齢ではありますけど、まだ若いみたいな。だけど17ってなんかもう中年みたいな、わかる？なんかその、うん、難しいんですけど、17ってなんかやばくないですか？だからその16と17の基準がなんか U の中で本当にこう変わりすぎちゃって、だから17はもうこうなったら楽しむしかないなって思って、だからちょっとあのみんなお願い。そうなんですよ、高校1年生は本当にずっと家にいたので何もできなかったんですけど、だから高2はちゃんと楽しみたいですよね。まあ遊べるわけじゃないんですけど、自由な人でいてほしい、しーちゃんみたいに。いや本当にね、そう思う。言うのてか、まあね、これまだね、ユウバレてないかもしれないんですけど、ユウも割と結構自由人なんですよね、実は。なんか、まあ、まあ内緒で、それは。でもさ、でもさ、だから、ユウの17歳のお祝いは、もうみんな、ユウがこうやって例えば17歳の誕生日の、まあ、近くの頃にショールームやってたら、もうケーキをみんな個人で買って、もうろうそくも立てて、17のろうそくを立ててね、一緒に祝ってほしいっていうぐらい、ユウの中で17ってすごい、まあ、人生の分岐点的な。花のセブンティーンってよく言ってるからさ、もうこれはもう分岐点ですよね。わかんないけど、経験したことがないから、まあそんぐらい結構ヤバめなので、一緒にお祝いしてください。何ケーキがいい？モンブランですね、そこは。もうモンブランしか勝たん。これで食べてもいいですか？もちろん。もうね、17ってやっぱ人生でね、大きいんですよ。わかんないけど。2年後には成人ですね。そうなんです。もうそれも、そう考えると、なんかさらにやばくないですか？ 2 年後？え？もう、成人してお酒飲めちゃうみたいな、なんか、やばいよね。プリンケーキなんてあんの？すごっ。栗好きなの？好き、大好き。
栗とか芋とか大好き。結局18成人式なんだっけ。いやなんかね、それもね、まだわかんないから、まあそれは時の流れに身を任せますね。優がお酒飲めるのビビるだよね。それな、免許取れ、取らんの、免許取りたいです。取れるようになったらまだあと1年ちょっとかかります。だってさ、なんかユウの30歳の誕生日を知ってるのはなんかもはやもう家族だけみたいなとこあるじゃないですか。ユウが30のユウを知ってる人がね。だからそう考えると30の半分は15歳ですよね。で15歳の誕生日は皆さん知ってくれてる、ユウの15歳の誕生日は知ってくれてるじゃないですか。って考えるともう半分経ってるわけですよ、その30までのタイムリミットみたいなのがね。だからさ、30歳の誕生日もちろんショールーム配信しないでしょ。30になってショールームやってる言う、そんな未来想像できるかな。できますか、みんなはできる。その折り返してんですよ。30の言うもみんなお祝いしてくれるの、本当に本当に言ってる。30歳まで SK 行っていいの、ユウ。30歳、ユウの30歳想像したら怖くないですか。だってユウ13からみんなにお祝いしてもらって、13かな、お祝いしてもらってて、30ってもうほんとやば、すごくない、めっちゃすごくない、そう考えたら。もしユウが30歳になってショールーム配信してたら、みんなもありえないほどお祝いしていただいて。ろうそく30分経ってますよ。あ、本当にみんなめっちゃ優しいね。ユウの30をそんなお祝いしてくれる方がいるなんて。なんか30にもなったらさ、もうね、チュリさんと須田さんは30に見えないから良くないですか。なんかユウってさ、結構割と年相応に見られることが多いんですけど、ってなると30歳の年相応って、まあ30歳なわけで、絶対30歳ですかって言われて、あ、そうですってなる。一番恥ずいやつね。なんか若く見積もられて30って言われてるのかもしれないけど、はいそうですってそのままになってしまうという。ねえ、みんな楽しみましょう。人生いろいろありますけど、出会いや別れたくさんあるけど、それも人生ということで。でもさ、ユウさん、もはやさ、自分でさえも25歳とかその辺のユウの顔とか想像できないですもん。今は16で次17になるんですけど、まあこの辺は正直そんなに変化はないと思ってるんですね。でも人間っていつからそういう変化ができてくるんだろうとか思うんですけど、って考えるとわかんないよね。入った時は本当にキッズ、あれはキッズですね。ユウも思う、自分でも入った時の壁車、パッツン、まあ、今もパッツンなんですけど、壁車を見るとなんかもう、あ、
子供入ったねみたい なんかそんな感じですね。今の壁さんもねやばいんよ本当に。前髪やばないあれだって。だから今回アメブロに何歳の写真かな、あれ 3,4 歳の写真だと思うんですけど載せたんですよ。もうあれマジで言うか誰かわかんないっていうのももちろんあるんですけど、若いんですよ。まあ当たり前だけど 3,4 歳で年取ってたらまあそりゃいいってなるけど、めちゃめちゃ若いので、ぜひあのアメブロかけましたのでリンクいいねと、あれ2時間弱かかったのでそちらの You の勇姿に対するコメントよろしくお願いします。あの本当にこれマジでガチな話、本当に2時間ぐらいかかったんですよ。本当にこれガチ、マジでガチなんです。2時間かかったのめっちゃ言うやん。そうでも本当に2時間かかったから、アイブロ読んでやん、ありがとうございます。アメブロは定期的に書くの？てんてんてん。ちょっとね、ゆう本当に1日書くのに2時間かかるって考えたらちょっとうってなる。どんどん慣れてくるとは思うんですけどね。それはもちろん。あのなのであのぜひあの2時間クオリティではないんですけど、実際2時間かかってるよっていう気持ちで。ぜひいいねしていただけると嬉しいです。公式ブログはどのぐらいかかってるの、まあ短さにもよりますよね。割と文があるときはまあ20分ぐらい。この間のブログは結構時間かかったけど、いつものやつは10分ぐらい。じゃあ2時間かけてもね、それはねめちゃめちゃ難しいと思う。1分かかんない、1分かかんないんです。1分かかんないからまあ大体120回ぐらい見ていただかないと2時間かかんないと思います。でも120回見ても2時間は経たないね。またどっかでそのブログ出現したらぜひ見てください。リンクの貼り方学びましたので、レシピみたいに声のブログにすれば。え、なんかね、ゆうもね思ったの。なんかすごいね、ゆう声を褒めていただくことあって、あのそれはすごい嬉しいなと思って、声のブログもちょっと考えたんですけど、ちょっと恥ずいなって思ってやめました。そう、今何時？10時までしか配信できないからさ、ブチ切られるとちょっと恥ずい。大富豪とか、大富豪、あそうね、大富豪やるみたいなこと言って早何ヶ月か経とうとしています。違うんよ、3月は忙しくて、4月もまあライブがありますので、4月の中盤までは忙しくてって考えると、4月はできないと考えて今5月。でも5月になったらまた何かあるかもしれないから6月、6月になって何かあるかもしれないから7月、7月になると誕生日があります。でも誕生日カードもらえるのが7月29日です。よって8月、まあこうなりますよね。こんばんは、初コメです。嬉しい、ありがとうございます。こんなゆるい配信なんですけど、1年くらいですね。本当ですか、もうそんな経ってますか。でも本当に思うんですけど、7月誕生日なんですけど7月29日にそのカードがもらえるので、ってなるとやっぱり8月月、まあお願いします。ゲームが苦手なんですよね、そういうゲームとか SNS とか。だからショールームって言うの中ですごいパッ
パッパってできるんですよ。ちょっとインスタライブってむずいなと思うところあるんですけど、ショールームはボタン押すだけなので。今育ててる。はい、嬉しい、ありがとうございます。またニコニコとかエイビューのペースで髪触れ見たいな。いや本当にあのまた皆さんの前に髪触れで現れれることを今目標としてるので、なんかその髪触れはあの9人であっても7人であっても9人だみたいな、ちょっと今日本語難しかったんですけど、7人になっても9人だ、これですね。こうみんなが思ってることではあるんですけど、そのしーちゃんとかニシピとか本当実際さ、正直9人で2人をちゃんとあの見送れるようなことができたらいいねみたいなことは言ってたけどできなくて、でもなんかしーちゃんとかさニシピとかはあの応援してくれてるっていうのをゆうは知ってるから、なんか7人であっても9人の今まで通りみんなで頑張りたいなって思います。ちょっと日本語難しいです。そう難しいんですよね、いろ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 ありますね人生。桜っていいね。最近歩いてると桜が降ってるんですよ。なんか桜が咲いて降ってるんです。なんかその道を歩くとなんかいいですね。桜が降ってて桜が地面に落ちて、その桜ロードみたいな、なんかそういうのができてるじゃないですか道に。なんかめっちゃいいなと思って写真撮るんですけど、写真の撮り方下手くそすぎて全然映えてないっていう、ちょっと恥ずかしい、恥ずい恥ずい。ハート桜色にしちゃいました、ありがとうございます。あのゆうは定期的にちょいちょい配信するタイプではないんですけど、ぜひまた配信したら見てみてください。カメラ写真になろうかと言っていたことも、あ、それね内緒なんだ、それ内緒なの、カメラがねちょっと内緒なんよ。今は何を目指してるかっていうと、まあ、パソコン女子、ちょっとなんかそれは陰に捉えられがちなんですけど、まあ、その陰とかそういうのじゃなくて、ガチでパソコンでなんかグラフ作っちゃうとか、まあ、そういう感じ。もはや SR で言うの声しか聞いてない。あ、もうねだって画面変わんないもんね、これからこの超中途半端な顔のこの辺まで出てるだけの配信なんで全然動いてないんで声だけ大丈夫ですね。タイピング得意ではない、今勉強してるんよ。今ここにパソコンが置いてあります。見る？みんなゆうのパソコンかわいいよ。これマウス、なんかさ今のさ時代さ、マウスもさ Bluetooth でつなげられるのマジ神って思っちゃう。この黒いケースに入ってます。黒いケースに入ってるけどピンクのケースをつけてます。終わり。結構大きめ、
そんなに大きくない。可愛いでしょ。でも全然使えてない。今時間なさすぎて触れる時間さえもない。泣き泣き。泣き泣き泣き。でもさ、ゆうさ、全然話がね150度ぐらい変わるんですけど、あの、イヒ公園どうでした？どうでしたか？どうですか？180度までは行ってないと思うんですけど、150度ぐらい。あ、よかったですか？あ、よかった。馴染んでた。え、本当に？そう、あれ1週間ぐらいしかなかったから、あの、いろいろコンサートのリハとかもあって、よかった。研究生ぶり、初めて出ました。初めて、初公演です。なんか E の先輩優しすぎて、なんかもうって感じでした。そう、初めてだったんですよ、実は。バラ女神は難しかったね。めっちゃ難かった。何回やっても立ち位置がね、入るのがちょっとむずすぎて。え、谷さんマジで好きなんですよ、ゆう。本当に本当に好きなんです。でもちょっとゆう、そういうのは言えるタイプの人間じゃないから、あの、全然言ったことないんですけど。でもドラさん、マジで谷さん好きなんですよ。めっちゃ話題に出ます、谷さん。リハとかあるときに、え、谷さんマジ可愛いってみんなで言ってる。でも本当にラブリンと一緒だったから頑張りました。あれマジでユウ一人だけだったら、絶対にユウ、シーちゃんと同じタイプの人間だから、その焦らないとできないというか、1週間前とかでも全然焦れないんですよね。だから本当に前日とかじゃないと焦れなくて全然できないんですけど、ラブリンがいたからなんとか助かった。なんか一緒にこの日やろうみたいに言って集まってできたっていうのはあります。ゆう、花粉症は大丈夫です。花粉症じゃないんですよ、多分。調べたことないか分かんないんですけど。ドラさん4人のステージも感動的だった。あー、しーちゃん、あの曲知ってるんだってなった人、正直に挙手。逆にユウ知らなかったし、びっくりした。しーちゃん、え、この曲知ってんのみたいな、絶対みんな思ったでしょ。ほら、やっぱり絶対そう思った。ユウもそうだ。おお、みんな思ってますね。一緒一緒。
ファーストラビットいい曲だな。ユーもさ何するだろうって思ってた。ユーも全然曲知らないからさ、けどめっちゃいいって思った。なんかユーもやりたくなったもん、あのファーストラビット、めっちゃいい曲すぎて。いいな、しっちゃんのこと舐めてました、すいません、伝えときます。よかったよね、めっちゃいいよね、いいもめっちゃ。だからあのいい声プラス3曲覚えるんだったんですけど、でもいい曲だから覚えれたっていうのもあります。いい曲ですね。どれが難しかった？いい公演はほっぺとか意外と難しかったです。なんかでもさ、いい公演の衣装めっちゃ着るの、オープニングのあの重力シンパシーとかその辺の衣装着るのがめっちゃ夢憧れでもあったんですけど、そっからの衣装の似合わなさ半端なくて、なんかめっちゃ早く着替えたいってなりました。次の曲行きたいって。そう、頭の曲はめっちゃ自分もちょっとワンチャン似合ってんじゃねとか思ってたんですけど、他の曲の衣装の似合わなさを自分で感じてしまって、そっからちょっとあれでした。こんばんは。バラの景色かっこよかったです。本当にあれ超なんか大人っぽいというか、まあ、衣装もそうだけど結構ね、なんか今までユウが全然やってこないタイプの曲だったので緊張はしました。でもユウさ、そういう曲の方が意外と好きだったりするんですよ。にーって笑う曲あんまり、にーって笑えない気もする、笑ってるけど笑えてない気もするんですよ。だからまあそういう曲の方が意外と好き。あ、そう、お縄では底辺だ言ってましたね。てて底辺だ言うてましたわ。あれも緊張するよね。ということで、これをこの配信を見て気になったよって方はまたいい公演ぜひ見てください。さあ今何時だろう、いい時間かな。また機会があればいい声に出たい？まあでもしーちゃんとニシピが出るんだったら、48分、いいぐらいですかね。こんばんは、こんばんは。カミフレ好き？ユーも好き、超好き。だからカミフレのさ、なんというかライブとかまたさできる時がいずれ来るならば、スイちゃんとかニシピとか見に来てほしい。
冬季ってすごい暑いよね。そう、すごい暑いんよ。あの他のね、木の同期とかももちろんそこの団結力とかってすごいと思うんですよ。ユウが知らないだけであって、だけどトラさんって本当にあのラブリーのブログでもレシピのブログでも言ってたと思うんですけど、その一緒にいつでも一緒にいすぎて、うん、なんか仲いいねっていい意味で言われることもあれば、なんかそれが悪い意味で言われることもある、あったあるんですよ。そうだからなんかそうやって言われても、別にユウもそうだけど何とも思わなかったんですよ。なんかそのだから本当にユウが言いたいことはラブリーのブログに書かれたっていう感じなんですけど、なんかこっちがなんか自分たちが一緒にいたいって思ったから一緒にいるだけであって、別に何言われても自分の意思だったから何も思わなかったっていう、その通りだなって本当にすごい思うので、これからも仲良くしていきたいなって思うし、はい、だけどやっぱりユウとラブリン2人になってしまうんですよ。これは事実であって変わることのない事実なんですけど、だから今はユウたちも髪触れっていうところがあるから喋れる人が増えてきたっていうのはあるんですけど、他にももうちょっとあのコミショを解禁していろんな先輩や後輩の皆さんと喋れるようになりたいなって思います。でもあのしーちゃんのファンだったりニシピのファンだったりするファンの皆さんはあのぜひこれからもあのドラさんを押していただいたり、髪振りをしていただいたり、あの好きなメンバーを押していただいたりして、あの卒業しないでもらって、それが嬉しいです。もちろんね、2人しか見えんっていう人もいると思うんですけど、まあそれはそれでなんかいいと思います。理由はユウが2人の近況報告、まあ近況報告をするかしないかは置いといて、会いたいと思いますので。いやマジで近況報告できる気しないんだよね。普段本当にしーちゃんと例えば映画見に行っても何もあのモバメとかにも書かなかったりするし、だからちょっとその辺はね申し訳ない。ほんと1ヶ月後ぐらい、あこの間会ったよって言うかもしれない。まあでも報告できたらいいなとは思います。なんかとりあえずね思うのは、あの4人でを行くっていうのはあるんですけど、ちょっと4人でご飯食べに行くっていうのを今ラブリンと2人で内緒で計画してるので、みんな言わないでね、今言っちゃったけど。でもさ、写真って載っけちゃダメなんじゃないのかな、載っけていいのかな、ゆうその辺わかんないからさ、もしかしたらあの文字だけでの報告になるかもしれないんですけど、スタンプで隠せばいいんじゃない。あ、なるほどなるほど。しーちゃんが東海で免許取ったら誰さんにドライブしたいって言ってた。嬉しいんだけどな、しーちゃん早く。本人が許可すればいいんじゃない。なるほどね、本人許可しなそうだな、するかな、わかんないけど、なんかどこかで家のもばみかなんかで軽く報告ちょいちょいできたらいいなって思います。まあツイッターとかインスタとかはそんな公なところで報告できないかもだけど、まあ
村さんを今後も好きでいてくれたら嬉しいなと思います。もちろんユウとラブリンはまだいますので、これからも応援していただければと思います。そしてラブリンは今度生誕祭がありますので、みんな見に行きましょう。もう登録出てるのかな、わかんないけど、まだいますっていう安心感。あ、本当よかった。さすがにね、ドゥンドゥンドゥンって同期3人辞めてたらやばくないですか。やばいよねそれ。ユーブリン、そうユーブリン、まだね浸透してないかもしれないんですけど、ユーとラブに2人合わせてユーブリンっていうのがあります。これからもよろしくお願いします。今何分ですか、ぶち切り、そんな時間。マジ時計ないのごめんなさい。56分、55分かな、6分、5分、あと4分。なるほど、あと4分です。でもゆうたちをなんかツイッターとか、まあモーメとかブログとかインスタとかちょいちょいチェックしてもらってたら、ちょいちょい伝わると思います。わかんない、それはわかんないだけどね、これからもよろしくです。ゆう本当にこれからどうしようって思ってたっていうか、その2人がさ一気にさいなくなっちゃうからさ、ラブリンと2人になってこれからどうしようかな、悲しいなって思ってたんですけど、今は割と前向きなので、みんなよろしくお願いします。今度のトーク会とかでもいい声の話だったり聞かせてね、どうだったよとかお話しましょう。ラブリンがいるよ、そうラブリンがいるから大丈夫なんですけどね。だからユーとラブリン合わせてユーブリン、これからもよろしくお願いします。もちろんカミフレも私大好きなので、そちらもよろしくお願いいたします。さあこんな感じで割とショールーム配信しましたけど、なんか今度そのショールームの4月何日かに SKE のなんか SKE の日みたいな日があるらしくて、その日にショールームできたらやります。わかんない、それがね唯一なのかわかんないんですけど、あるらしいんですよ SKE に特化された日みたいな、なんか4月にあるっぽいので、なんかその時にやるかやらないかは別として、あいちゃんの特会で初めましてしに行きます。朝早いのにありがとうございます、待ってます。ないかな、4月の何日か、もし時間があればやりたいと思います。でもやんなかったらまた5月になるかも、4月の後半にやるかもわかんないけど、また見てね。ドラさんしか勝たん、勝たんしかドラさん、ゆうゆうしか勝たん、勝たんしかゆうゆう。みっちゃんがニシピのスタンプ送ってきた、かわいい、バイバーイ。イエーイ、アメブロ見てね、コメントしてね、いいねしてね。
バイ。